んとですね、はい、本当なんです本当ですか本当です、ええ、もう嫌いになることはないので、うんうんうん、まあ、ずっと好きでいる。だからこそこう何々したいとか、うん、こうしたらもうちょっと良くなるんじゃないかっていうのを、うん、はい、皆さんこんにちは、癒やしの気づくです。ということで本日はなんと横浜スタジアム浜スタからお送りしております。いやーね、僕が大好きな横浜 DeNA ベイスターズさんから特別に招待をいただいて今試合をね観戦してきました。で今ちょうど試合が終わったところなんですけど、なんとこの後僕がね一番応援している宮崎敏郎選手とお話しさせていただけることになりました。いやーちょっとめちゃくちゃ緊張します。さすがに緊張しますね。いやーね、そちらないか心配なんですけれどもね、まあ、ちょっといくつか、質問を考えてきたんで、まあね、いろいろとねお話を伺っていければと思っています。いい風が吹いています。打った、レフト、宮崎の一打はスタンドに入った、サヨナラホームラン。0対0きた、延長11回裏、決着をつけたのは宮崎敏郎、第12号サヨナラホームラン。今ラインが出迎えるホームベースに入ってきました。はい、というわけでお越しいただいてくれお越しいただいてくれました、あの宮崎敏郎選手です。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。いや、もう宮崎敏郎選手はもう本当にあの毎年もう3割打率をキープされていて、でサードで活躍されていて、昨年は、球団の右打者では、最速の1000本安打も達成されている非常に偉大なファンにとってもありがたい大選手でございます。本日はお時間いただきありがとうございます。では宮崎選手にいくつか質問を、用意してきたのでお願いいたします。はい、今年は、久々の奄美でのキャンプ終えられたと思うんですけれども、あの本年の仕上がりはいかがですか。まあ、順調に、はいはい、段階踏んできていると思います。なるほど、はい、あのやはり本年何か個人的な目標といったものはありますか。まあ、数字的な目標は、はい、まあ、掲げてはないですけど、はい、あのチームとして、うん、あの優勝したいっていう、それが一番の目標です。素晴らしい、ありがとうございます。はい、あのその点で言いますと、あの2021年のオフシーズンでは宮崎選手が6年の長期契約を結ばれたということで、あの半年は本当に嬉しい、宣言だったというか生涯横浜ということだったと思うんですけれども、あの宮崎選手にとって、もうずっと横浜一筋じゃないですか、はい、横浜 DeNA ベイスターズってどんな球団でしょうか。そうですね、まあ、家族みたいな。家族、はい、うん、もう若い選手から、うん、まあ、あのベテランの方まで、うん、みんな、はい、まあ、仲がいいと言いますか、はい、そういう家族みたいな、ファミリーみたいな。ファミリーみたいな、はい、オフシーズンとかはもうよく遊びに行かれたりとかっていうことはあるんでしょうか。そうですね、うん、はい、ありますね。オープライベートで。そうですね、はい、あります、あります、はい、密接に普段もうあのチームメイトでもなくされているから居心地もいいという。そうですね、はい、愛着もあります。あ、愛着もある、素晴らしいですね、ありがとうございます。じゃあちょっと聞きたいことはあるんですけれども、あの宮崎選手といえばあの打撃フォームが結構特徴的というか右足に重心があってというような、なかなか他の選手が取っていられない打撃フォームだと思いますけれども、あれ小学生の頃から変わっていない基本的な部分はというふうにお見かけしたんですけれども、自然とあのフォームになっていたという感じでしょうか。そうですね、うん、もう小さい頃もともと体がそこまで大きい方ではなかったので、うん、あの体全体を使うっていうところで、うん、このフォームにたどり着いたんだと思います。もう少しでも遠くに飛ばすという。はい、あ、そうです。何か毎年あのフォーム改造、まあ、例えば都合選手とかフォーム毎年改造されたりするんですけれども、何かちょっと意識変えたりみたいなことはあるんでしょうか。まあ、微調整みたいなところは、うん、まあ、やってますけど、基本的なところは変えてはないですね。同じことを同じようにやるっていうのが、うんうん、なかなか難しいので、そうですよね、それを求めるっていうところに、うん、はい、着手してやってるって感じですね。調子が悪い時とかはどうされますか。うん、何かその中で、その細かい中で何か意識していくみたいな。そうですね、前あのノート取ってるので。ノート取っている。
まあ、いい時悪い時のノートを取ってるので、それを見返したりとか、まあそういうことをやってますね。素晴らしいですね本当に細かい意識がすごいというか、まあ、そんな宮崎選手なんでございますけれども、あのセガサミーから、球団、横浜 DeNA に来たということだったんですけれども、まあ、のなかなか芽が出ない時期とかもあったと思うんですけれども、その中でもひたすら打撃練習をやっていて、練習の鬼のような感じのチームメイトからの評価もあったということなんですけれども、なかなか芽が出ないとか結果が出ない時に練習を続けるのはモチベーションが保ちにくいとは思うんですけれども、何をモチベーションに当時はやられてたんでしょうか。なんだろうな、まあ、けど、セガサミ時代はやっぱプロに行きたいっていうのがあったので、まあ、自分でやりきって納得できれば、まあ、諦めもつくかなっていうのはあったので、まあ、一生懸命自分がやれることで、まあ、周りの方が助けてくださったりもしてたので、まあ、助けてもらいながら練習手伝ってもらいながらっていうところで、まあ、納得いくまでやろうっていう、はい、自分の納得も半端がすると後悔するからっていう。そうですね、もうその年は帰ってこないので、はい、めちゃくちゃかっこいいですよね、はい、それは思ってましたね。なるほど、はい、ではそのセガサミー時代なんですけれども、あのちょっとこれ、失礼かもしれないですけど、はい、あのショートができるというふうにおっしゃって、はいはい、本当はショートができない状態でできると言って入ったという話を聞いたんですけども、はい、本当でしょうか。これはなんとですね、はい、本当ですか。本当です。入った後ショート守られたことありますか。いや、守らされたことあるんですけど、はい、あのバレちゃってサードに守りますっていうことを言って、はい、そこからサードを守りになりました、うん、なるほど、はい、守備練習もものすごく頑張られたというふうにお聞きしたんですけれども、はい、いやいや、アマチュアからプロに上がって何か守備の違いとか感じたことありますか。そうですね、まあ、セカンドを持ってたんですけど、うん、やっぱこう判断だったりとか打球のスピードだったりとか、うん、こう予測するのがやっぱ難しい、うん、僕にとっては難しかったので、うん、そういうレパートリーが少ない中で、うん、こうプロに入ってきてっていうところで、うんうん、その辺はやっぱ試合を重ねるごとに、まあ、覚えたっていうのもありますし、うんうん、まず基本のとこから、うん、まあ、練習しないといけないっていうところから入って、うんうん、いましたね、はい、なるほど。あの宮崎選手は野球選手を続ける上において大事なことというか、まあ、チームメイトとか、まあ、メンタルだとかいろいろあると思うんですけれども、何か大事にされていることってありますか、意識的に。まあ、全体を見て、まあ、そもそも野球が好きであることっていうのが一番大事かなと、うんうんうん、まあ、嫌いになることはないので、うんうんうん、まあ、ずっと好きでいる。だからこそ、うん、こう何々したいとか、うん、こうしたらもうちょっと良くなんじゃないかっていうのを、うん、まあ、自分の可能性を信じてやってる部分はあるので、はい、まだまだやれるんじゃないか、まだまだこう練習方法、いい打ち方があるんじゃないかとか、うん、まあ、そういうのを探りながらやってるっていう感じですかね。なるほど。じゃあもうあのやはり、常に進化を続けるというか、何か例えばすごいいい成績を残された年があるとして、まあ、そこで満足しないという意識は常にある。そうですね、もうけどその年はもう帰ってこないので、はい、同じことをやりたくてもやっぱ体も違いますし、うん、まあ、そうですよね、はい、やっぱ違うので、またこう、うん、今年だったら2023年の宮崎敏郎っていうのをやっぱ作り上げていかないといけないのかなと思います、ね、めちゃくちゃもうかっこよすぎるすごい、もうプロ意識がすごくて、うん、ちょっとこれはちょっと外れるかもしれないんですけども、何か宮崎選手ってあの試合入る前とかいつもルーティンにしてることとか、何かあの験担ぎみたいなこととかされたりはするんでしょうか。やっぱ勝てば同じ道で来たり、うん、同じ道で帰ったりっていうのがルーティンになってますね。やっぱりそういうのは意識されるんですね、はい、やっぱこの信号で止まるとか止まらないとかちょっとこうありますね、うん、はい、やっぱり連勝とか続いてる時とかはそうですね、だからその道で帰らないと逆に気持ち悪かったなるほど、はい、ありがとうございます。ではあのちょっと革新的なお話なんですけれども、はい、あの今シーズンに向けた意気込みや目標をぜひ教えていただければなと。はい、まあ、先ほども言った通り個人的な目標は特にはないんですけど、はいはい、やっぱチーム、やっぱこう今一番いい状態なのかなと
若手も、うん、たくさん出てきましたし、うん、ベテラン中堅の方も、うん、たくさんいて、うん、こういい感じでミックスして、いいバランスで取れてる時なのかなと思うので、うん、優勝に向けて、頑張っていきたいなとは思いますけど、はい。まあ、去年はクライマックスシリーズにも進出されたということで、まあ、惜しくも敗退だったということなんですけれども、そこを勝ち抜いて、もうぜひもう何ならシーズン優勝で行ってほしいし、はい、そうですね、日本シリーズも制覇していきたい、行ってほしいという気持ちがあるんでしょう。はい、やはり日本シリーズ行った時本当に僕めちゃくちゃ感動してて、はい、宮崎選手ぜひ日本シリーズガンガン打ちまくってください。本当に、はい、めちゃくちゃ応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、めっちゃ緊張しましたね、さすがに。いやー、宮崎敏郎選手をね、まさかこうやって1対1でね、お話しする機会を設けていただけると思わなくて、本当にめちゃくちゃ嬉しかったし、やっぱめっちゃかっこよかったですね。本当になんつうか、めちゃくちゃかっこよかった。一言一言がなんかもうプロ、本当に野球に人生かけて生きてる人なんだなっていうのが偽りなく分かる内容だったというか、やっぱり宮崎敏郎選手ってやっぱ簡単な野球人生を歩んではなくて、本当に苦労してやっとそれが花咲いたような人なんで、そういう人からああいう話いただけて嬉しかったですね。また本人にはちょっとさすがに言えなかったんですけど、可愛い浜野プーさんって言われてるんですよね、相性が見た目可愛いんですよね。いやー、でもめちゃくちゃかっこよかった。もう本当に感動しました。いや、本当に貴重なインタビューをさせていただきありがとうございました。宮崎敏郎選手のファンや、うん、そうではない方にもね、宮崎選手の魅力が伝わる内容だったらいいなって思います。ということで、横浜 DeNA ベイスターズのチャンネルではまたね、私が出ているコラボ動画が出るそうなので、はい、皆さんぜひ横浜 DeNA ベイスターズチャンネルもチェックをよろしくお願いします。以上、八代気づくでした。